んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは奴隷状態から抜け出すです。以前引きこもりから抜け出すというのを作りました。これは子供の方が効くものですが、今日の誘導瞑想は親の方が効くものです。引きこもりの子供は自分だけで生きているわけではありませんね。親が生活の世話をしています。すでに大人になった子供のためにいつまでも料理したり洗濯したりして時間をかけて世話をしているから子供の引きこもりが可能なわけです。親は引きこもりに困っていながらずっと世話を続けています。傍から見ると不思議ですね。このような親の頭の中はほとんどが他人のことであふれています。息子娘の世話はもちろんのこと、街を歩いていても会社で仕事をしていても他人のことばかり考えていて、あの人は大丈夫かしら、困っていないかしら、助けてあげようかしらと考えています。本人はこれが良いことだと思っているので、実はこれがあだになっていることに気がつきません。どうしてこうなってしまったんでしょうか。実はこの人たちの心はかなり分離しているんです。奴隷のように人のために働く自分がいるという反面、心の奥底には息子や娘と同じような赤ちゃんのように依存的な自分がいて、人に世話されて当たり前と思っているんです。この2つが完全に分離しているので自分の巨大な依存心に気がつきません。これは赤ちゃんの時の心そのままです。遊んで食べて寝ることが人生の目的なんです。今では奴隷のように働いているのでまさかと思うでしょうが、これがこの人たちの本質なんです。こんなことを思っている証拠に、もしこの人たちが一人になったとしたら自分のためには料理もしたくないし何もしたくないということがわかるでしょう。その時にやっと自分が息子や娘と同じなんだと気がつくでしょう。実はこの人たちは他人の世話をすることで本当は自分が生きながらえているんです。この人たちが地獄のように苦しみながら人の世話をするのは、自分がこうやって息子や娘の世話をすることでいつか彼らが自立してくれると信じているからです。でもこれは間違いです。あなたの娘息子はお前が産んだんだからお前が最後まで世話をしろよという悪魔のような思いを持ってるんです。これはちゃんと世話をしないくせによくも産んだなという恨みの結果なんですね。でも実はこれは息子や娘がそう思う以前に、実はあなたが自分の親にそう思っていたんです。これは生きる意味がまるで分かっていないから生じる恨みです。ですからこの人たちは依存している息子や娘を見るのではなくて自分の巨大な依存心を見るべきなんです。そしてその思いはもう必要なく、一刻も早く自分の本当の人生の目的に向かって生きることを選ぶということが大切なんです。この誘導瞑想の中では神様とか天国という言葉が出てきますが、これは宗教的な意味は全くありません。赤ちゃんのあなたが助けを求めた時のイメージなんです。そう思って聞いていてくださいね。ではいつものように目を閉じて自分が子供だと思ってください。この場合は3歳、あるいは赤ちゃんのイメージがとてもいいです。もしそれが無理だったら6歳でもいいですよ。そこへ大人の自分がやってきてあなたに話しかけます。では聞いていてくださいね。
あなたは子供の世話ばかりしているよね。いつも子供のことばかり考えているよね。そしてあれをしてあげよう、これをしてあげようとこまごま働いているよね。それを何年もやってきたね。大人の自分はそれでとても困っているんだよ。あなたが世話ばかりするから世話されている子供は全く働かなくなってしまった。そして親の自分にずっと依存していて、まるで自分を召使いのように使うんだ。やってもやってもあれをしてくれない、これがない、ずっと文句ばかりで感謝の言葉一つもない。親だからやって当たり前。そして自分がしたいことだけをしている。もう大人になったのに食べて遊んで寝るだけ。苦しいね、辛いね、地獄のようだね。まるで奴隷だよね。でも抜け出せないんだよね。困ったね。あなたは今奴隷のように人の世話をしているけど、本当はね、あなた自身が人に 100% 世話をされたかったんだよ。つまりあなた自身が奴隷を必要としていたんだよ。それに気づきなさい。親なんだからやってくれて当たり前って思っていたのは実はあなただったんだよ。でもあなたには奴隷のように働いてくれる人がいなかったから失望したんだね。こんな世界生きるに値しないって思ったんだよね。そんな自分を助けるにはどうしたらいいかって考えたよね。あなたは神様に祈ったんだよね。こんな私を助けてください、こんな世界に生まれてしまいました、どうぞ天国に戻してください。つまりあなたは胎児に戻りたかったんだよ。でも戻れない。それであなたはそんな無力な自分を他人に投影して他人を助けたいと思ったんだよ。他人を助ければこんな自分でも神様に愛される、そして自分は天国に帰れると思い込んだんだ。自分のためには動けないけど人のためには動けたんだよね。それをあなたはそのうちに美しいことだと勘違いした。そして奴隷のように奉仕することを選んだんだよね。それを美しいこと、正しいことって思い込んだんだ。だからそれがあなたの癖になってしまった。情けないね。本当に情けないね。だからもうそんなことはやめなさい。あなた自身が自分のために生きることを選びなさい。あなたはもう自分のために動けない自分じゃないよ。今度は自分自身のためにあなたの体を動かしなさい。あなたは胎児に戻りたいって思ってるけど、本当はあなたをこの世に生み出したのは親じゃない、あなた自身なんだよ。だからあなたには人生の目的があるんだよ。だからこの地上にしっかりと足をつけて自分の人生を生きることを始めなさい。頭の中から他人のことを追い出しなさい。あの子にこれをしてやらなきゃとか、あの人はこうしたら喜んでくれるんじゃないかとか、そんなことを考えるのはもうやめなさい。そして自分をどうしたら喜ばせられるのかを考えなさい。そのためにやるべきことをやりなさい。それは遊んだり食べたりじゃなくて、仕事の達成感という最高の喜びを自分にあげるためだよ。それは天国にはない、胎児の世界にはないんだよ。最高の喜びは達成感なんだ。あなた自身の成長につながる仕事の達成感を自分に与えなさい。それこそが天国そのものなんだよ。さあ前に進みなさい。自分のために生きなさい。人の世話を手放しなさい。
そんなこと誰もあなたに求めていないんだよ。あなたが世話しなければいけない存在はあなた自身なんだよ。人生はあなたのためにある。さあ、この世で最高の達成感という喜びを手にしなさい。できるよ。あなたはもうできる。その資格があるんだよ。未来の自分はあなたをとても愛しているよ。そしてあなたのために最高の達成感を用意して待っているからね。あなたが大好きだよ。